き当たりもいいし、うん、美味しいですね。うまい。いわき市久野浜、ここに地元の水産物常磐ものを全国に広めるために立ち上がった若者がいます。いわき市久野浜で鮮魚店を営む阿部隆久さん、この日は常磐もののアナゴを使った新商品の打ち合わせをしていました。震災前から、常磐ものの魚は脂が乗って美味しい、特にヒラメとか、そういう魚はすごく卸されておりました。最近ですとアナゴがすごくやっぱり脂が乗っていまして、それも卸してほしいという相談があって、卸している状態ですございます。アナゴなんですけれども、実際その土用丑の日のうなぎに代わるようなアナゴ重となるような、商品を目指しています。2020年10月27日、東京日本橋、この商談会に阿部さんも出展しました。煮アナゴが結構全国的には多いんで、焼いたアナゴっていうのはあんまりこうちょっと見てないとか食べたことない。かつては風評被害もありましたけども、今はただひたすら美味しくて美しくってということで応援してると思います。応援というよりも自ら欲してると思います。漁港から、2分ぐらいのところに魚屋やってまして、はい、ここにも並べる。ああ、もう仕入れ原価はほとんど常磐ものをしてます。実は東京の新橋でお店をやっておりまして、はい、ヒラメとかメヒカリとか毎週仕入れて使っております。とにかくお客さんが喜んでいただけるんですよ。福島の常磐ものってこんなに美味しいんだなっていうのをもう肌で感じてますし、常磐もののアナゴももちろん知ってますはい、身厚でプリプリしてて、煮ても焼いても美味しいですね。常磐ものをやはり黒潮と親潮が混ざってるところで取れる魚がやはり立派なんですよね。魚自体が、魚体が、もう見てわかる。僕ら料理人にとっては見てわかる、美味しいっていうのが伝わるので、ぜひ今後も使いたいと思ってますね、はい。魚屋というところで走り出したものなんですけれども、地域の、地域商社として、ちゃんと常磐ものが発信できるような、基盤を作っていきながら、常磐ものにある、たくさんの魚、本当に100種類以上、魚種は豊富なので、一つ一つ、そういう魚を、皆さんにご紹介していければと思っております。久野浜からの挑戦は続きます。